こんにちは、デリッシュキッチンです。スコップメンチカツを作ります。玉ねぎ1/2個をみじん切りにします。フライパンにパン粉 20g を入れ、弱火でこんがりときつね色になるまで炒めます。取り出しましょう。合いびき肉 300g、 玉ねぎを加え、塩小さじ1、胡椒適量加えます。粘りが出るまで混ぜましょう。平らにならします。蓋をし、ごく弱火で10分ほど焼き、肉に火を通します。食べやすい大きさに切りましょう。ピザ用チーズ 60g を乗せ、蓋をして余熱で溶かします。パン粉をまんべんなくかけ、パセリとソースをかけ完成です。旨味たっぷりの巨大メンチカツ、いかがですか？